今日は何の日？バレンタイン。チョコはもらえたかな？聞かないで。ふーん、一緒だね。傷の舐め合いならよそでやって。甘々のチョコを舐めていたい人生でした。ってことで今回は、バレンタインにぴったりのポケモンたちでパーティーを組んできたぞ。これのどこがバレンタインなんですか？は？どっからどう見てもバレンタインでしょ。まずはタイレイツ。こいつは色違いでカカオ豆っぽいから。そしてロトムはチョコを固めるときに使う冷蔵庫。鉄の毒牙は湯煎するときのお湯沸かす要因で。ご縁チョコ配っててほしいサーフゴーと。チョコ配っててほしいサーナイト。後半願望じゃねえか。あれ？じゃあドラパルトは？このままだと物理枠が弱いからと。助けで行動保証あるから。急に強さ求めるじゃん。先発は、壁張り要因のフロストロトム。後ろに、今回のエースの鉄の毒牙と、やっと A0 個体が出てウッキウキだったからサーフ号で、サーフ号の選出理由がひどすぎるんだが。対戦、よろしくお願いします。お相手の先発はクエスパトラ、特性、加速を使っての高速アタッカーや、バトンを駆使して戦うポケモンですね。大体のクエスパトラは初手守るで加速発動させるところからスタートみたいなとこあるし、今のうちに光の壁張って攻撃対策しときましょう。予想通りお相手の初手は守る、無償で素早さが上げれるが、こっちも無償で壁を張れるってわけよ。お、壁持ちなんだ。もし両壁持ってるとしたら、覚えてる技は、守る、光の壁、リフレクター、ルミナポリズンかな？羽ばたく神対策に入れてるだけで、バトンタッチ持ってるかもしれないですけどね。最近は素の火力が高いやつが多すぎて、積むのも一苦労だからね。リフレクターも持ってたな。残りはやっぱりルミナポリズンかな。一応バトンタッチ警戒でボルチェンにしたんだけど、さすがに鉄の毒牙を出すわけにはいかないんで、サーフ号出しましょう。たとえ壁があったとしてもサーフ号のシャドボが半分も入らないなんてことはないだろうし、ここはゴリ押しでも大丈夫そうかな？よっぽど変な技仕込んでない限りは大丈夫だろ。これで技が全部割れたな。さすがに4つ全部補助技、なんてことはなかったか。でも、これで偉大な牙にバトンタッチされて上から殴られて3たてー、みたいなことはなくなりましたね。うん、いいダメージ。しかも光の壁も消えたから次からの特殊ダメージが通常に戻るな。まあ、最後に張って退場していきそうだけど。予想通り光の壁を張って退場ですね。鉄の毒牙が出るまでに相手の壁を消費しきっときたいとこなんだけど、こっちには体力が満タンのロトムが残ってるし、時間を稼ぐだけならどうにかはなりそうだな。ってことでお相手の1体目を突破です。お次に出てくるのはハッサムです。ここでラウドボーンが来ないってことは、連れてきてないのかな？もしそうなら、壁ターン消費しつつ鉄の毒牙で積んでけば押し切れそうだね。鉄の毒牙だけに頼ると偉大な牙が来た時が怖いですが。そんなの知らん。効果力でゴリ押せばどうにかなる。きっと、多分、めっちゃあやふやじゃねえか。っていうか、サーフ号突っ込ませてますが、ちょっともったいなくないですか？死に出しするにしても、ターン稼ぐにしても、ロトムに交代して壁張ってた方が良くないですか？この時の私はそんなこと頭になかったので許してください。動画にするんだからもうちょっと丁寧な立ち回りしてくれよ。ラウドボーンいない前提で動くなら、お相手の残ってるポケモンが物理だけだから、ここはロトムから入ってリフレクター展開からの死に出しで鉄の毒牙で詰めていこうかな。ってことでまずはリフレクター。正直ボルチェンで鉄の毒牙に繋いでもいいけど、詰む時間が欲しいからあんまり被弾もしてられないし、ここは早めに落ちてほしいところ。もう2発耐えそうですね。しかもインファイトだったから特防が下がるし、ハッサムはゴリ押せるんじゃないか？お相手それを嫌ってか交代。体力が残りわずかとはいえ、バレパン持ってればまだ仕事はできるからな。そして出てきたのはこのヨダル、偉大な牙がいないので、鉄の毒牙が止まらなそうですね。正直、積み技が炎の舞だから、ハッサムを倒しつつ積みたかったんだけど、一応マジカル社員覚えさせてるし、倒す分には大丈夫そうだが。ドレインパンチで殴ってきました。同じダメージが出れば次で落ちそうだな。いや耐えるのかよ。これじゃあ壁ターンがもったいないですね。まあ、その分ダメージ入れられるからいいんだけどさ。ほどほど。さすがに次は耐えられないからロトムはお役御免ということで、鉄の毒牙に全てを任せますか。今回は、クォークチャージで素早さが上がるギリギリまで特攻を削ってて、その分耐久が上がってるから、壁込みで耐えながら炎の前で足りない分の火力を補う感じにしてるんだよね。引く分にはかなり強そうに感じるんだが、この方、詰めればかなり良いんだけど、クォークチャージで素早さ上がるようにしてる分火力がないから、詰む隙がないと、そこそこの火力しか出せないのが欠点なんだよね。いくら種族値が高いとはいえ、特化にしなきゃ止まるもんなのか。というかほとんど食ってないからね。ただ、その分耐久に振ってるから、意外と物理も耐えてくれたり。さて、ここからは炎の前で特攻を上げていこう。と入っても、後ろのハッサムはそこそこ削れてるんで、上がってもあんまり意味なさそうですけどね。さすがにここは倒しきって。
あとはハッサムのバレパン耐えれば勝ちだな。バレパン打ってきませんでしたね。それなら素早さはこっちが上なんだよな。やっぱクオークチャージで素早さ上がんの強いな。多少火力下げてでも上げる価値はあるからね。ってことで対戦、ありがとうございました。お次の試合です。今度はちゃんとチョコ要素のタイレイツを連れていきたいところ。このパーティにはどこもチョコ要素はねえよ。てか、羽ばたく神どうすんの？誰も相手できなくないか？来ない前提で選出を進めます。せめて環境上位のポケモンくらいは対策しといてくれ。先発は安定の壁張りロトム、後ろにカカオ豆担当のタイレイツ、あとはエースの鉄の毒ガで対戦、よろしくお願いします。お相手の先発はガブリアスです。ってことはステロ型かな。フロストロトム見えてる状態で突っ込んでくるとは思えないし、交代も十分ありえるんじゃないか。それかテラスタル。どっちにしろロトムは壁を建設するのが仕事ですから、今のうちに違法建築していこうね。ここでお相手テラスタル引っ張ってくるんだ。鋼になってくれると鉄の毒ガで弱点つけるからありがたいんだが、あ、地面なんだ。4倍弱点を嫌った感じですかね。さすがに浮遊は分かってると思うし、地面技はないとしてドラゴンクローとかかな。剣の舞か。これなら壁張るし、実質振り出しということで。これで一応次の攻撃は耐えれるとして、もう一個の方の壁も張りますか？壁があるとはいえ、あんまりガブリアス残しとくのはまずいような気がするんだよな。ここは吹雪打ってガブリアスをどかせるようにだけしとこうか。ちょこっと残るようなら鉄の毒ガの起点にでもすればいいし。おっと、こちらが先制してます。ってことは優先度の低い技。なんかよくわかんないけど、交代してくれたわ。と入っても、さすがにタイレイツがガブの攻撃耐えれる気がしないから、ここはインファイトで確実に持っていこう。インファイトだと耐久下がるから後ろのやつ相手にできないんじゃないか？とはいえ他の攻撃じゃ倒せるか心配なんだよ。どんだけタイレイツのこと信用してないんだよ。これで1体目突破です。ただ、壁が片方ないし、今いるのがタイレイツだし、あんまり有利にはなってない感が。お次に出てくるのは鉄の包みです。光の壁張ってないんで確実に耐えれないですね。いや、耐える必要はない。鉄の包みの技は全体的に命中不安技が多い。そして今回タイレイツに持たせてるのは光の粉。つまり、一度攻撃を避けてしまえば、返しのインファイトで一発ってわけよ。行くぞタイレイツ。避けろ。6体もいるんだから1体ぐらいは避けろよ。無茶言うなよ。さすがにここで鉄の毒ガを出すのは頭おかしいんでロトム出して壁張っていきます。一応鉄の包みにはエナジーボールは持たせてるが、上から倒されちゃ意味ないしな。壁さえ張れれば鉄の毒ガでも一発は耐えれると思うし、仮に交代してきてもお相手のクオークチャージが切れるし、それはそれで鉄の毒ガが上取れるからどうにかはできるはず。てか今さらっとドロポン避けてましたね。なんでさっきのは当たって今回は当たらないんですかね。ブーストエナジーとクイックターン、どっちも持ってるのは珍しいな。交代すると効果切れちゃいますからね。相性はあんまり良くはないんですが。でも、これで鉄の毒ガが一番早いことになるから、ここボルチェンで交代するし、羽ばたく神以外ならこのまま押し切れそうだね。そんで出てきたのはマスカーニャ。鉄の毒ガの格好の罪の起点だな。というかそもそも罪もいらなくなっちゃったんだよね。マスカーニャは炎の前で確定で倒せるし、鉄の包みも、上を取られることはなくなったし、特攻には振ってないとはいえ、耐久無振りの鉄の包みならエナジーボールで確定一発なんだよね。ってことでまずは炎の前でマスカーニャを突破。そんで最後にエナジーボールで鉄の包みを倒してゲームセット。耐久ぶりで耐えられるなんてこともなかったですね。ってことで対戦ありがとうございました。鉄の毒がみんなも使ってみてね。今回のメインはバレンタインなんだけどな。そういやそうだったわ。忘れてんじゃねえか。